行ったリバプールの佐藤さん、遠藤の大切さを痛感してしまう。マジで遠藤いたらな。マジありアンカー波がでけえ、遠藤国士ルート続行やろこれ。どうせ日本優勝できないんなら GS 敗退して今日の試合に遠藤いてほしかったな。ネタ抜きで遠藤が欲しいと思ってしまうな。なんかラインがズルズル下げられる。前回のホームは、ウーデゴールとハバーツに対して遠藤のプレスが効いてた。今回は逆のことをずっとやられてた。ミラーファンベルグの代わりに遠藤3人取れないの？結果的に遠藤以上の失敗補強になりそうなフラーフェンベルフ、どう損切りするかな。この試合で遠藤と富安見たかった。